どうも。なんか突破力があるとされているキャラだけど、実際に全然ない選手っているよね。で、話見るよ、ザフトボールでーす。堂安意外に抜かないなとか、マルコムは仕掛けすらしないぞみたいなね、クリロナとかのね、シザースもそんな引っかかってるようには見えないみたいなのはありますし、逆にね、バエルのニャブリみたいにめっちゃ抜くなっていうね、あ、こんなに突破力あったんだっていう選手もいますけど、というわけで始まりましたトークサフトボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。本日はですね、エデンアザール、このですね、アザールの移籍ですね、それについてのニュースが出ています。レキップ紙によれば、フランスの新聞ですね、アザールのレアルマドリー移籍はすでに合意済みであり、マドリーはチェルシーに1億ユーロ、122億円を支払う見込みだということだ。さらにチェルシーがアーセナルと戦う5月29日のヨーロッパリーグ決勝後にこの移籍が発表されるようであるという、ニュースが出ていまして、1億ユーロね、きちんと今日ね、調べたんですけれども、こんな感じで5月14日8時半現在で123億2285万8903円っていうのがですね、チェルシーのアザールの移籍金になるようです。でですね、この移籍の可能性が高い理由いくつか挙げてみました。まずですね、このレキップっていうのがですね、今まで噂が上がってた、サンだったりデイリーメールだったり、こういったゴシップ系のですね、メディアに比べて、フランスの権威あるスポーツ紙っていう風にですね、ネットで検索したら出てきましたので、かなり信憑性が高いですね、新聞メディアからの情報っていうところですね。で、2つ目がですね、ベンゼマ、ラモス、そしてケイラ・ナバスなど、こういったレアル・マドリーの主力選手がですね、アザールのことをインスタグラムでフォローしだしたっていう、これ結構遺跡でですね、あるあるの動きですけれども、こういった主力選手たちが、この後あのスター選手来るみたいだから仲良くしとこうみたいな、そういった動きがあるようです。そして3つ目は過去の発言、これね、アザール好きの方にはおなじみですけれども、アザールの場合ですね、ジダンが大好きなんですね。こういった発言過去にしています。ジダン監督の元でプレーすること、ジダン監督の元でプレーすることは夢だ、僕はジダンを本当に尊敬してるし、彼は僕のアイドルだから、彼がいたからサッカーを始めたんだ。こんな感じでですね、ざっと検索するだけでこれだけ出てきて、気になる方はもっとね、調べていただくと分かると思うんですけど、本当ジダンへのですね、もうラブコールと言いますか、本当ジダン大好きっていうのをですね、チームの垣根を越えていろんなメディアでアザール発言していますし、ジダン自体もですね、アザールのことをメッシ、ロナウドに次いで好きな選手だみたいにね、2015年に言ってる発言も出てきていますので、かなり相思相愛の関係です。またアザールの父親ティエリ・アザール氏、この父親がこういうふうにコメントしています。エデンはチェルシーとの契約延長を拒否した、レアルからの関心が寄せられることを待っているんだというわけで、これ2017年のコメントでして、2018年夏の、ベルギーのメディアにはこういうふうに語っています。ジダンがマドリーの監督を続けていれば違うストーリーになっていた可能性がある。一度ね、退任しましてロペテギになって、ソラーリになって、またジダン戻ってきましたから。で、こうも言っています。何が起こったか言うことはできない。もしかしたらレアルマドリーには若手にチャンスを与えるポリシーがあるのかもしれないね。エデンの契約は来年の夏には1年になる、今のことですね。彼がレアル行きで決着する可能性はまだ残されていると、こんな感じで、レアルマドリードに対してですね、うちの息子はそっちと契約するために、チェルシーとの契約延長しなかったんですよみたいな、そんな内部事情を言うことによってですね、早くオファーしてこいみたいな、そういう風にも受け取れるコメントだと思います。これに対してアザールがですね、公式にコメントしたのが、父親はいくつか間違ったことを語ったようだ、彼とは今回の件について話をした、心配ないよというわけで、息子のね、レアルマドリー行きを願って父親がですね、身勝手に発言をしたみたいな、それに対してアザールがチェルシーの選手でありますので、こういったね、公に謝罪するって言いますか、父親のことを諌めるようなコメントをしたと。ただここが繋がった上での行動って考えたら、より一層面白いですよね。アザール自体はレアルマドリードに行きたいと、ただチェルシーで活躍していますし、チェルシーのファンだったりクラブとの関係もありますので、公には言えないってなると、父親にですね、代わりに言ってもらうことによって、でそれを諌めることによって、レアルにラブコールをしつつ、チェルシーのファンのこともですね、逆なでないような、そういった発言をしたっていう、そんなですね、深読みをするのも面白いと思います。で、今はですね、もう適切なタイミングなのかなと思いますね。アザールの年齢28歳で、なおかつ契約期間残り1年で、契約延長しないアザールに対してですね、他のクラブが足元を見る交渉をしてきますし、チェルシーも後釜を確保できるお金を残してってくれるならというふうに考えるのも自然な流れかなと思います。またプレミアリーグの現状、圧倒的なマンチェスターシティとリバープールっていうチームがあって、このね、チェルシーっていうのはかなり発展途上で、なおかつですね、補強金処分も、されてしまうんじゃないか、補強金処分されてしまったら、より一層アザールに
には出ていかないでほしい状況なんですけど、これだけまあ逆風と言いますか、簡単にプレミアリーグのタイトルを取れない、またチャンピオンズリーグをですね制覇するにも戦力的にまだまだですね上積みが必要な部分が多いってなりますと、アザールの年齢を考えてもまあそういったですね筋書きを考えるのも不思議ではありません。またですねサリーとの衝突、これですねまあアザールとサリーが仲悪いっていうよりもサリーの戦術にアザールがハマらなくて、シーズン中にねサリーから直接そのことをですね指摘されてみたいなこともありましたし、実際にこのチャンネルで何度か取り上げていますけれども、アザールのですねその守備の約束ごとを守れないプレーだったり、アザールをまあ特別扱いしない、ユベントスのロナウドだったりですとかバルセロナのメッシみたいに前残りで2人のねその攻撃の力をこう温存させてですね、攻撃のために力を温存させて守備を他の選手で頑張るような戦術をチェルシーは比較的取りませんよね。アザールが前残りになるような守備もある時はありますが、サリーの理想としてはアザールも守備ブロックに参加することがこの理想の形になりますので、ってなるとアザール自身もバロンドール取るために攻撃面で記録と記憶に残る活躍をしたいっていうふうに考えていたら、より一層チェルシーにいちゃいけないっていうふうに思ってしまうかもしれません。またチェルシーの補強禁止処分ということを考えますと、今ですね FIFA からはもう補強禁止ですよって言われてるんですが、CAS、スポーツ仲裁裁判所っていうところにですね上訴しまして、これがですね、まあ、スポーツ仲裁裁判所からFIFA の方にですねお達しがあればですね、じゃあこの夏は補強していいですけど次の2回はダメですよっていう、そういったですねまあ補強禁止の先延ばしっていう処分といいますか、まあそういった処置にもなり得るんですね。でレアルマドリー、このねアザールをこう今獲得しようとしているレアルマドリードがですね2016年の12月20日に一度軽減されて、ちょっと補強禁止をですね先延ばしされたっていう、まあ、経緯があるんですよ。でそう考えるとここから陰謀論の類になるんでね、そういう考え方も面白いなぐらいな感じで、聞いてほしいんですけれども、レアルマドリードが今アザールを売ってくれたらキャスの方に、自分たちとパイプがあるからキャスの方にチェルシーの、補強禁止の処分の、まあ、先送りを、まあ、働きかけるようにしますよと。ってなるとチェルシーとしてはアザール出ていくのはきついけれども他の選手を取ったりして、このサンリー色に染めるっていうか、サンリーがやりやすいサンリーのサッカー理想とする形にチームを作っていく上で、アザールはいなくなるけどマドリーがそういう働きかけをキャスにしてくれるんで、アザールは売ってしまうけれどもその分他の補強をですねできる、まあ、それだけの猶予をもらえるってことを考えると、レアルマドリードからしたら、まあ、そういった交渉材料、今アザール売ってくれたらキャスの方に言うからチェルシーさんあなたの方も補強できますし、この辺で売ってくれるのが得するんですよみたいなことも言ってくるんじゃないかなみたいなことをちょっと妄想しながら今回の台本作ってみました。でまあこんな感じでアザールのレアルマドリー移籍の可能性がかなり高いとなると、じゃあレアルマドリードに行ってアザールはどういった使われ方をするのかっていうところが気になるところですね。そういったところでまずアザールの特徴をおさらいしておきましょう。まずアザールに関してはメッシを除けばもう世界最高のドリブラーだと思います。直線距離でボールを運ぶですね推進力で言ったらもしかしたらメッシ以上かもしれません。体幹の強さ、そのドリブルをする時の躍動感だったり、このフィジカルの強い選手たちをですねひらりひらりとかわしてですね、ボールを運ぶ、様っていうのはもうこう牛若丸っぽいなっていう風に、そういう風に動画の中、配信中にも僕お伝えしました。でですね今シーズン成績調べたらプレミアリーグ1位のアシスト数、15アシストを記録してるんですね。で守備のサポートを受けつつ、このねさっき言ったように戻れない時にマコバチッチだったりインサイドハックの選手がアザールが埋めるはずの左サイドを回ったりとかいう、そういったサポートは受けているとしてもですねシーズン序盤はモラタがあまり活躍してなくて、で後半はイグアインがですね完璧にフィットしたとは言い切れない、まあ、そう考えるとこういったねストライ絶対的なストライカーがいない中で15アシストっていうのは素晴らしい数字だと思いますし、また16ゴール自身も決めていまして、評価点ランキングフースクワードの方で調べてみましたら 7.81 で1位なんですね。2位のスターリングは 7.61、 3位のサラが 7.57 ですので、今シーズンのねチームの状況を考えましてもシティリバプールのですね圧倒的な成績考えたら、チェルシーね、このチームにいて評価点ランキングで1位取ってるっていうのはやっぱりすごいんだなっていうふうにそういうふうに思います。で弱点に関しましては、コンディションやメンタルに左右されるオフザボール、ちょっとねそこにいたらチームのですね機能性がちょっと悪くなるよ、アザールが低い位置にいすぎるせいで、この間でディフェンスラインと中盤の間で受ける選手いないよっていう位置にいちゃったりですとか、後方からボールを引き出すそのねワントップの選手が動いたところにアザールが動いてほしいなっていうところでちょっと動き出しをしていないみたいなこともあるんですが、ただ調子が良かったりですねチーム状況上ですね自分が行かなきゃっていう風にですね、まあ、メンタルが変わってる時はやったりするので、この辺やる時やらない時の差が僕の中ではちょっと分かんないんですけども、まあそういう風にオフザボールが安定しないっていうところはありますね。また守備陣のコース切りだったりプレスのタイミングだったりプレスバックの守備だったり、そういったこの監督が決めて約束ごとの守備を忠実に実行するっていうのは得意じゃない選手です。僕としてはサンリ自体がそのアザールにね守備の約束ごとをそんなさせ
させないような、ね、前残りであのカウンターの時の脅威になるような扱い方すればいいんじゃないかというふうに思っていたんですが、もし守備をやらされるような役割でマドリーに呼ばれたとしたら苦しむだろうなというふうに思います。まあそういった守備の約束ごとを遂行する戦術的な規律を持っている選手ではありません。で、レアルマドリードに行ったらやっぱりライバルたちも当然いますね。そんな中でどういう使われ方をするか、イメージ的にはこんな感じだと思うんです。はい、4-1-2-3の左のウイング、まあビニシウスね、まあ若手で今シーズン飛躍的な成長を遂げましたけれども、まああのシュートの精度っていうところでビニシウスが決めてればっていうシーン結構ありました。なんでその辺はですね、まあアザールの方がかなり数字は期待できる選手だと思いますので、ここにアザールが入って、じゃあビニシウス、ロドリゴ使われないのか、右サイドね、こんだけ飽和状態になっていますけれども、ね、バスケスっていうですね、まあ控えで出てきてクローザー的な右サイドでいいのかっていうなりますが、僕はこういうイメージなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい、右サイドにビニシウス、ロドリゴ。このね、ロドリゴってブラジルからも58億か4億ぐらいでね、移籍はもう決まっている選手なんですけれども、サントス出身の選手で、この選手が入ってきて、で、ブラヒム・ディアスもシティから取ってきて、このね、この若手の今後ですね、伸びていきそうな、フィファでキャリアモードで獲得して90いくつになっちゃうみたいな、そういった選手たちがすごいいるんですけど、結構ですね、ジダン監督就任してから、ビニシウス右に使ったり、ブラヒム・ディアスを右に使ったりとか、右の選手をいろいろ使ってるっていうのは、もしかしたらアザール左に来た時に、じゃあ右もできるようにと言いますか、右でこう適性があるかどうかを見ているのかなっていうにも思いますし、イスコなんかもインサイドハーフに使っていますので、この辺でイスコをウイングに使ってですね、守備の負担をですね、インサイドハーフほどこう守備がこう単純化されますから、インサイドハーフの方がいろんな判断を、このね求められますので、イスコをインサイドハーフに使ったりして、こうアザールが来た時用みたいなのちょっと試してるのかなっていうふうに、思われるシーンが結構、目立つんです。で、もう一つ考えるのがこちら。はい、4-2-3-1ですね。ビニシウスだったりロドリゴだったり、左サイドがやっぱり得意な選手たちを、左に配置しまして、アザールにはこう得点を求めるですね、トップ下、剣ですね、1.5 列目みたいな、そういった役割を求めると。で、一応噂が上がってるエリクセンも入れたんですが、アザールに関してはですね、4-4-1-1の方が、まあさっき言ったように、守備の規律、左サイドでですね、サイドバックと連携したりとか、相手のボール回しに合わせてね、コース切りながらプレスしたりとか、そういったことを、まあしなくていいと言いますか、本当ある程度ね、守備を免除してあげられる役割なのが、この1列目、1.5 列目なんですね。ってなると、アザールをここに置く方が、攻撃面でアザールね、さっき言ったようなカウンターも行きますし、また今の、レアルマドリードの問題点、ベンゼマが空けたスペースに飛び込む選手が少ないっていう問題ですね。その辺で、4-1-2-3でクロース、モドリッチだと、そういった役割の選手じゃないので、今まではロナウドがいたからよかったですけど、ロナウドがいなくなって、そういったね、2列目からの飛び出しがなくなったんで、ってなると2列目に、アザール、エリクセン、ビニシウスってこういう選手たちを並べれば、どんどん飛び出していく選手、このロナウドがいない分を他の選手たちの2列目の飛び出しで埋めることができますし、アザールに関してはモーリーニョがかつてですね、数字を残す選手になってほしいみたいなコメントをしていたんですね。で、モーリーニョチェルシーにですね、まあ戻ってくる前はですね、レアルマドリーの監督やってたんですけど、その時にですね、テクニカルディレクター、スポーツディレクター、ちょっとね、役職名こっちね、これどっちでもいいんじゃないかというふうに思うんですけど、この役割をやっていたのがジダンなんですね。なんでこの辺でジダン、モーリーニョがですね、アザールに関しての話をした時の見解がアザールに得点を取る役割やらせたよねっていうふうになっていたとしたら、こういう2列目のね、真ん中で使うっていうのもあるのかなと思いまして、エリクセントップ下をやるようなイメージですけど、トッテナムだと右サイドで下がってきてビルドアップしたり、中央入ってきて、ラストパス出したり、前線に飛び出していってっていう、右からね、多種多様な役割をできるとこありますので、エリクセンが、もしもね、トッテナムが引き止めることができないんだとしたら、右でそういう役割やって、アザールが攻撃に集中できるような、2列目の役割やって、で、ビニシウスとかロドリコとか、まあバスケスこっちに回してもいいんですけれども、左サイドは若手でまだ守備頑張れよみたいな、そういったですね、役割を課されることによってスムーズにできるのかなというふうに思います。なので、こういったですね、まあフォーメーションをジダン監督が考えているとしたら、リバプールの移籍の噂が上がってくるアセンシオだったりですとか、クロースだったりベイルとか、こういった選手たちが放出候補に上がっているのも合点がいくなというふうに思いました。というわけで、マドリーの話だけじゃなく、やっぱりアザールがいなくなったと、じゃあチェルシーは大丈夫なのか、チェルシーのね、アザールの後釜どうするんだという話になると思うんですけれども、チェルシーといえばやっぱり今サッリ監督のサッカーをですね、チームが体現できるか、ナポリ時代はこの選手がいたからそれがスムーズにいきました。この選手、 WCCF2019 フッティスタ30秒カード紹介。今回紹介する選手はじゃん、マレク・ハムシク。ナポリに忠誠を誓い、中国クラブからの巨額なオファーを蹴った偉大なキャプテンって書いてあるんですが、今は中国に行っています。ただそういうお金を残すっていう、そういった忠誠を最後に見せて去ったという言い方もできますね。そして、組み立てと前線への飛び出し、両方できる選手、こういう選手少ないです。今、チェルシーの監督をやってるサッリが、ハムシクのような存在を欲しがっているのは、試合を見ているとわかります。マッドマックスのウォーボーイズみたいですが、めちゃくちゃ知的なハムシクです。
はい、というわけで、まずですね、アザールの後釜の件で話が上がってるのは、バルセロナのコーチーニョですね、ファンからですね、移籍に見合った活躍をしてないというふうに批判されていますけれども、活躍した試合もありますし、怪我の後にですね、調子を取り戻せない期間が、長かったです。ただその後にですね、素晴らしいゴール決めた後に、こういったね、ジェスチャーをして、それによってね、ファンからの雑音がうるさいみたいな風に捉えられて、ファンが怒ってるみたいな、それでね、カンプノーでもブーイングされてるみたいなことがありますが、実際あれね、コーチーニョに関してあることないこと、遺跡に関することとか書き立てたメディアに関する牽制だったようなんですね。ってなるとコーチーニョ自身はバルセロナに残りたいと思いますし、コーチーニョに関しては守備ができます。これがですね、やっぱりアザールの後釜で純粋にチェルシーが欲しい理由だと思うんです。コーチーニョができない左サイドでのアップダウンの守備だったり、サイドバックからセンターバックへのコースを切りながらのプレスだったり、中央絞る守備だったり、こういったところをコーチーニョができます。運動量はですね、正直90分持たないのかっていうぐらい途中で交代される試合多いんですけど、ただこういったことをできつつ、メッシも認めるようなね、メッシ認めてない選手にガンガンパス出さないですから、そうなるとこうメッシに認められながら、そういった守備の連携もしつつ、きちんとゴールも決めて、来シーズンにはより一層良くなってるだろうっていう可能性があるコーチーニョをですね、バルセロナが売るのかと。ここでコーチーニョ売ったら、じゃあ代わりに取ってくる選手で、じゃあコーチーニョよりも活躍できる選手いますかって言ったら、普通にいないんですね。となるとチェルシー取れない可能性が大きいので、そうなるとまあ仮の選手を考えなきゃいけません。ロサーノ、トバン、インシーネ、こういった守備ができる選手だったりですとか、ナポリ時代のね、サンリのサッカーをしているインシーネとか、この辺の、選手たちが補強金処分なかったらターゲットに上がってくると思いますし、あとはね、その元いるチームが売り物してるかどうかっていう話もあるんですけど、個人的にはユナイテッドのですね、サンチェスとか、まあ給料の部分でですね、ユナイテッドにかなり負担がかかっていて、実績も全然残していないので売りたいみたいな話ありますので、サンチェス自体が悪い選手だっては僕思ってないので、ね、チェルシーがですね、出せる給料でサンチェスが納得して、サンチェスも来たいってなったらね、アーセナルっていうロンドンで活躍していた選手ですので、ここ来てですね、全然まだ終わった選手じゃないぞっていうのを見せてほしいなとかいうふうに思いつつ、まあ、この辺もユナイテッドがチェルシーに売るかっていうところだと現実的じゃないので、この辺はね、レオザなんか言ってるなぐらいに思ってもらいつつ、他の選手で言いますと、まあ補強禁止処分になったとしてもレンタルでかなり出してる選手がいますし、プリシッチなんかは冬にとってレンタルで今ドルトムントに預けてる状態なんで戻ってこれますので、ここに入れつつ、あとはペドロだったりウィリアンが、この年齢とともに衰えを見せ始めてるところがちょっとありますので、その辺がね、来シーズンどうなるのか、オドイが戻ってきてパフォーマンスをすぐ取り戻せるのか、個人的にはペドロの、ね、インサイドハーフでのハムシクカなんかも、楽しみにしてたり、ロフタスチークなんかあのサイズでウイングに置いて、このね、高さと強さを見せてくれたらいいなとかいうふうに思いつつ、チェルシーちょっとアザールがいなくなって悲しんでるファンの方もいるかもしれませんが、こっから生まれ変わってちょっと今まで見せなかったフットボールをより一層見せるみたいなのもあるかもしれませんので、全然悲観する状況じゃないと思います。そんな感じでいかがだったでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。バイバイ。